にちは、藤沢亮です。神田康弘です。今回はですね、はい、ハワイのカイルアビーチに来ております。綺麗でね、最高ですよね、本当に。エメラルドグリーン、エメラルドグリーン、真っ青な空、本当に白い、真っ白な砂浜のビーチで、まあ、本当にここにずっとね、いるだけで心が洗われていくような、そんな感覚で、まあ、このね、旅の素晴らしさと、いいのを私たちにお伝えしていきたいんですね。はい、まあ、日本にずっといて日本だけで仕事をしていくっていう、まあ、日本も素晴らしい国ですから、そうですね、いいとは思うんですけど、ただやっぱりこれだけの素敵な自然を感じられることも難しいし、まあ、それ以外にも歴史的な建造物っていうのも日本はなかなか、ね、京都とか奈良以外はなかなかそういう素敵な建造物に出会うことも少ないじゃないですか。でも世界に目を広げると本当に素敵なものってたくさんありますね。残念ながら日本人パスポートの所有率が 24% しかないんですね。4人に1人しか海外に目を向けていないと、これってすごく損をしていると思うんですけど、そう ね、まあ我々はよく海外に旅行しますけど、実は4人に3人は海外に全く行かないっていう現実が日本にはある、つまりほぼほぼ鎖国状態になっちゃう、まあ、だからこそ地域は第一成長期の時は一気に鎖国状態でみんなで一緒に頑張ろうぜという戦後の、同盟状態で国民全員が一緒にこう、ね、共同体になって頑張ったから一つの経済を作ったわけですけど、今こうやってグローバル社会になったらその中で負けてしまっている現状というのがある、まあ、だからこそ我々はこれから世界に目を向けて世界で仕事をしていかないといけないと思っています。そうだから今回もね、遊びで来てるわけじゃないんですね、仕事でハワイに来てるんですけど、まあ、こうやってパソコンも、そう藤沢さんね、真面目なんですよね。もうビーチどこ行ってもパソコン開いてカチャカチャやってるんですよ。何やってんの、フェイスブックのコメント返ししてるの？いやただそれだけのためにやってるわけじゃないですよ。いろいろとね、リサーチしたりとかあるんですよ、ね、パソコンが恋人なんで僕は。まあ、逆に言うとだからこれさえあればどこでも仕事できます。そうですね。あと、さっき藤沢さんが4人に1人しかパスポートがないって話あったんですけど、あれ、まあ外に目が向いてないっていうのも一つあるし、受けられないっていう経済的な状況もあると思うんですよね。なるほど、確かに。なんかどんどんこう、まあ、収入格差っていうのが広がってるし、やっぱもう今みんなお金がないって困ってる人多いじゃないですか。だからそういうのに対してもね、我々なんかね、どういう風にしていったらいいみたいな、稼げるノウハウを教えたりとか、いろいろやったりとか ねしてるんですけどね。まあインターネットビジネスとか、アフィリエイトとか、あとはコピーライティングとか、そうですね、あとはインフォプレーナーとしてコンテンツ販売したりとか、いろんな形のご提案を今までも。今回の新たにご提案するのが、まあ、私たちもこうやって、まあ、海外旅行を楽しみながら、その素晴らしさを多くの人に届けて、そしてそれが権利収入になるというようなお話なんですよね。遊びに行ってんのに権利収入が増えるっていうこと？ただ遊びに行っただけで。すごいそれ。それこそこういうところでバーッと遊んで、このね、海の美しさとか自然の素晴らしさっていうのを届けることによって、いいなと思った人が、どうしてそんなに海外旅行に行けるのか、経済的にも、どうやったらそういうことが実現できるのっていう興味持ちます。で、そんな時に、いや、実は私はこれを使って、格安でセレブな海外旅行に来れてるんですって案内したら、みんな絶対興味持ってる。そうですね。そうやって興味を持つ方を紹介者を出せれば、権利収入として、まあ、アフィリエイト報酬が得られて、さらにその紹介者が次の紹介者を出す、そしてその紹介者がまた次の紹介者を出すという形で、どんどんあなたから発生したネットワークが大きくなれば、それが将来的にどんどん大きな権利収入になっていくという素敵なお話なんです。そうですね、結構それでね、稼いで旅行も安く行けますしね。そうです、まあ、お金も稼げるし旅行も安いんですよね。そうですね。今回ご紹介するそのドリームトリックスという旅行会社は世界最安値を保証しているんですよ。
あらゆる会社が、まあ、開発している商品よりも格安の価格で海外に行けることを保証していると思う。万が一それよりも安い他の他社が万が一それも安い価格で商品発売していたら、あそのプリントリスで買った代金を返金する。返金までしちゃうの、すごいね。保証を受けている。あ、まあ、電気業界でいうと、まあ、ヤマダ電機みたいなものですよね。他店より絶対安くしますから。そういう保証をしている会社で海外に行って、でその海外でも素晴らしさを伝えたら多くの人が興味を持って登録する。で登録していったらあなたに報酬が入る。それだけじゃなくて、そこから派生していく人が大きくなればなるほど自動的に勝手に権利主義が入るようになる、ね、素晴らしいですね。だからもうこれは、まあ、こういう形よく聞くと思うんですけど、いわゆるネットワークビジネスとかマルチレベルマーケティングっていうシステムを使っているわけですよね、はい。まあ、日本では結構これ偏見持ってる方が多いです ね、 ね、うん。でもロバート清崎さんとかロバートアレンさんとか、うん、まあ、本当に海外、まあ、アメリカで活躍するマーケッターの皆さんが、ネットワークビジネスはパーフェクトビジネスだっていうことをおっしゃるんですよ。まあ、本当にそのハーバード大学で開発したバイナリーっていうシステムがあるんですけど、これって本当にハーバード大学マーケティングとしてはもう最高峰なんですね。ただ日本でそれだけ偏見を持たれているのは理由はなぜかというと、まあ、そのネットワークの末端の人が強引に営業行為をしたりとか、まあそうね、5年ぶりに学生の時に友達から電話来たり、ああ嬉しいなと思ったら、ねえねえ稼げる話なんだけどさみたいなことで友情関係をお金に変えていくみたいなところがあって毛嫌いされてるんですけど、まあ、これからの時代はこうやって例えば今数がぐわーっと流行っているように、まああれもどうなのかわからないですけど、でもああいう形でインターネットで素晴らしさを伝えていると勝手に拡散していくみたいなので、はい、まあ、変にその肉親とか友人に強引にセールするんじゃなくて、ただ単に素晴らしいものを素晴らしいって言って自己表現すれば、それが勝手に多くの人の共感を呼んでネットワークができている。だから今までのように、いやこの洗剤は本当に素晴らしいから、とにかく今でも買ってくれているそういうちょっときついネットワークじゃなくて、今回私たちがご紹介するワールドベンチャーズというネットワークビジネスは、ヘリコプターとして、ということでですね、もう本当このワールドベンチャーズ素晴らしいビジネスですね。ぜひあなたにもやっていただきたいと思います。はい、ね、自由な時間と大きな富を一気に得られるチャンス。富って言ってもどれぐらいだろう。ああ、まあ、いわゆるインターネット上で大きな媒体を持っている方、はい、であれば月収で数百万円、数百万いっちゃう、全然無理じゃないと思いますし、まだまだこれからだということでも月収で数十万円程度であれば十分に可能性があると思います、はい。あと始まったばっかりなんだよね。そうなんです。でもまだ日本に来てないんだよ。日本には来てないんですよ。だからちょっとしたまあ裏ルートで香港からの経由でちょっとね、先行して入ってきてる状態なんで、これから日本に一気に行きますし、またその後に今度は中国に行きますし。あ、そうなんだ。そうです。で、中国ってこの後に中国。そうですそうです。で、中国って今まあね、ハワイ行ってるっても思いますけど、中国人の方すごく多いんですよね。日本にも中国人の観光客いっぱい来てらっしゃるんですが、明らかにこれから中国人の観光客のニーズっていうのは増えていく。ということは、我々が先この世界に最安値を保存するワールドベンチャーズでネットワークを築いておいて、その先に中国人が入ってきたらとんでもないことになるんですよ。上に我々がいて、はい、まだ始めたばかりの我々がいて、その下にどんどんついてくるんだろ。そういうことです。すごいじゃん。だからこのバブルを起こしている中国、まあ、人形下がりの日本、この状態をこのビジネスに変えうる可能性があるわけ。あと我々の、ね、仲間と一緒にやれるんだけども、その仲間の上の人、長野舞さん、あ、そうですそうです、長野舞さんね、長野舞さんがセミナーとかどんどんやって、はい、下に下にどん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 今つけてる状態。そういうこと、そういうこと。だから私たちも登録したばっかりなんですけど、まあ私たちの影響力についてくるけど、実は勝手に長野舞さんが勝手につけてくれたりするんですよ。そうだ、下にどんどん勝手につけてね。そう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 。
だからあなたも早期に登録すればそういう状態を起こせます。京野さんからもいただけるし、我々からもどんどんあなたのために次の登録者をつけていきますので、あ、ね、まあ、勝手に気づいたら何これ何十人も下についてるっていう状態になっちゃう、ね、そう、本当だから一人でやんなくてもよくてみんなでやれるっていうのがすごいポイントですよね。そうです、そうです、みんなでやれてさらに下にどんどんついてってゆくゆくは中国の人たちがみんな下につく、下に入る、やばいじゃん、すごいことだですからこのタイミングでぜひ登録していただいて、これやばいね、私たちの LINE に入っていただければ長野さん私たちみんなで仲間でやっていきますから、本当にあなたにとって人生を大きく変える最大のチャンスだと思います。いやこれさらっと言ってますけど、はい、このチャンスに気づけない人ってもうやっぱりもうなかなかあんまりね、なんか成功のチャンスに来てもつかめないよね。そうそうそう、そうなんですよ。結構ね、こういうのって本当成功する人っていうのはみんなが気づかないタイミングでパクって食いつくんだよね。だけど成功しない人っていうのはみんながわーって盛り上がってって盛り上がってって盛り上がってって、あ、そろそろ行かなきゃって後から遅れていくんだよ。株価と一緒、株をグワーって上がってきて、あーよ俺らも買わなきゃいけないって言って買った瞬間にドゴーって落ちるみたいな、それと一緒なんですよ。そうそうそう、なんでもそう、最初にやった人が絶対得するんですよ。そうそうそう、こういうの、ね、だからタイミングが本当に大事ですよ。でこのワールドベンチャー登録するのに最初にかかるコスト500ドルぐらいですよ。安いっすよね、全然。だからその権利を獲得するためにたった500ドルなんでね。でしかも下に4人ぐらいついたらもうペイできちゃうでしょ。すぐペイしますし、しかもすごいのは今すごい円安じゃないですか。これからどんどん200円とかになるんですけど、このワールドベンチャーズの報酬ってドル払いなんですよ。ってことは今のうちにどん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 日本円でドルを買っといて、ドル払いなんだ。収入はドルでどん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 、すごいね。円安になればなるほど給料が上がっていくっていう。あーすごいね。あの日本人ね、今世界に比較して相対的に貧乏なんですよね、円安だから。だからドルでもらえるってことはそれだけでもうお金持ちに確定ですよね。そう、本当そうです。本当にだからお金持ちの人ってみんなドル今買っておいて資産構築してるんですよね。日本円で持ってるとどん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 貧乏になっていくから、そこを分かってる人はみんなこういうのやっていくんですよね。そうです、これこそがお金持ちがやるべき投資なんですよ、こういうのね。やっぱり何億か持ってらっしゃる方ね、我々の場合にたくさんいらっしゃいますけど、ほとんど半分はドルで持ってるよっていう人が多いですよね、はいはいはい、そうやってポートフォリオを、ね、何があってもいいようにつきながらも、でも半分はとにかくやっぱドルが強いから、そうですね、はい、でワールドベンチャーズは日本にいながら日本のお友達に紹介するだけでドルが買おう、わさわさ稼げるわけですから、本当に素晴らしい、やばいね、はい、聞いた瞬間これやるんですよね。そうそうそう、だからもうね、ここまでご覧になったあなたはもう登録するしかないと思います。もう見た一番迷わなかったよね。そうそうそう、ちょろっと聞いて、あ、やるやるやるそう、我々もね、本当に長野さんから聞いて5秒で決めました。5秒で決めます、5秒で決めた迷う理由がないじゃん。そうです、どこにも。ですから、ぜひあなたも あと500ドル、ほとんど預金使えるんだよね。あ、そうです、そうです、それって会員費は実は一部100ドルが会議、まあ、一応登録費、初回登録費、あと、まあ、月々も1万円かかるんですけど1万1000円ぐらいかかるんですけど、そのうちの1000円が会議で、最初のその約4万円は預金で、毎月払うお金も1万円も全部預金なんで、ちゃんとその世界旅行する時に積み立てているところが使えるわけですから、別に何かそれ失うわけじゃない、何も損しないじゃんね。何も損しないから、ただやっときゃいいだけじゃん。そうです、でちょっと旅行行きたいなと思ったら溜まってるのやつから、ね、しかも最安でね保証してるわけですから、ねね、それがね、まあ、価格が高いってなると、まあ、お金買った方が安いってなる話なんですけど、これは世界最安の保証してる会社の旅行に行くだけでいいわけですから、なんか喋れば喋るほど入んなかったらアホじゃねえよっていうぐらいね、本当にそうなんですよ、デメリットのない話で、しかもタイミングが大事だから早く登録した方がいいと。で、私たちがこれだけ言うわけですから、で、まあ、おかましいですけど、多分大量の方が一気に登録してくると思うんですよ。ってことは1秒でも早く登録した方がいい。その1秒の判断ミスによって下についた方がバッとやって一気に広げていったら、それを失うわけですから、こんなもったいない話じゃない。ここをぜひお考えいただいて、今すぐご登録いただければと思います。はい、ということで、このタイミングで一気に
はい、自由と富を得て素晴らしい仲間と一緒に新たな人生を築いていきましょう。あなたは一人にしません、一緒にやりましょう、ね、大丈夫ですということで、はい、登録お待ちしております。そこまでご覧になっていただいてありがとうございます。ありがとうございます。あと景色最後ワイハーワイハーアロハアロハ、はい、ありがとうございました。